メディアを再生するサッカーの試合の様子を描いたパラパラ漫画パラパラ写真パラパラ漫画は場面が連続している複数の絵の束の端を素早くめくることで加減運動により絵が動いて見える漫画のことアニメーション手法の一つであるパラパラアニメやフリップブックとも呼ばれる紙を積み重ねた状態のパラパラ漫画では 主に下のページを先頭とし、上に重なるページほど、時系列的に後となる。薄い紙を用いる場合は、下の絵が透けて見えるため、これを参考に動く度合いを考慮しながら次の絵を描く。写真の因賀詞でも、同じような動く絵を再現することは可能で、少しずつ変化させた写真を何枚も重ねて、素早くめくることで動いているように見せることができる。これは、 ストップモーションアニメーションやコマ撮り撮影などの映像手法にも通じる。1886年に描かれたパラパラ漫画のイラスト比較的単純なパラパラ漫画は19世紀前半に発明されたフェナキストスコープや回転覗き絵などのアニメーション装置よりも前から存在したと考えられているが決定的な証拠は見つかっていない。最も古いとされる基地のパラパラ漫画は 1868年9月にキニーグラフという名前でイングランドの発明家ジョン・バーンズ・リネットにより特許が取得された際に登場した。これはフェナキストスコープのような円形ではなく線形の連続画像を採用した初のアニメーション形式である。その後、1894年にはドイツ映画の先駆者であるマックス・スクラダノフスキーが 連続写真画像をパラパラ漫画形式で公開し、アメリカの発明家、ハーマン・カスラーは、同年にパラパラ漫画を機械化した装置ミュートスコープを発明した。このミュートスコープは遊園地のアトラクションとして設置され20世紀半ばまで人気が続いた。ありがとうございます。